公園のドッグランからスタートです。なんか暴れておりますか。おお、元気元気。やっと連休明けて時間が作れたって感じですね。もうでもあと1回が限界かな。今日も暑い、暑くて今2時半なんですけどね、到着4時頃、設営終わりが6時ぐらいかな、じゃないとワンズが持たない、暑くて。はい、ちょっと遊んでから行きたいと思います。いや、注意の木陰がそこしかないもんねよう知っとんな、涼しいところは。こんだけ快晴だとしんどいね、やっぱり。ほい、到着。はあ、結構いますな。さあ、そしたら説明の方していきたいと思います。今日はね、コールマンのタフ2ルームですね。はい、本題やっていきます。しかし暑いな。夏やで、もうすっごい青空満開みたいな、結構いてるでしょ。いよ、うわ、暑いな。タフスクリーン2ルームハウス。クロスに B 通りのポールを入れて、ちょっとあっちをピン止めして立ち上げていきたいと思います。はい、これで自立はしましたので、フックかけます。では赤の中間ポールを入れます。リアポール、硬質部分を作っていきます。はい、完成。こんな感じ。あとペグ打ちしてピンと張っていきたいと思います。まあ、いいんじゃない、こじんまりしててタフスクリーンツールームハウス。タフツールームでいいね。ほい、なかなか広いっすよ。あんまり歩かれへんけど、うん、天井高いしいいんじゃないかな。さあ、内装の方していこうかね。今日はコールマンのものを全部、専用で揃えてみました。だからぴったりに行くはずです。ではやっていきましょう。よいしょ。そしたら、何や、これでいけんじゃない、これこれ、なのでブランドシートはこれや。専用設計いうだけのことあるね。ぴったり。
インナーシートも親切設計やね、やっぱりね。さすがぴったりぴったり設計。いつもこれさんの大変なのにな、専用シートがあると楽だね。リビングフロアの320コーナーループ、これをそこに入れていきたいと思います。320はちょっと大きいね。270ぐらいでちょうどなんかな。じゃあ300か。300と320が売ってたんだっけ。忘れたけど。ちょっと余るね。でも前のスペースには横幅はちょうどぐらいかな。3メーターで。そしたらインナーマット。これは300。300ならいい感じかもね。はい、これで内装は完成です。はい、今日はヘリノックスのライトポット、今日はコールマン尽くしやね。コールマンのフリース寝袋とサーマレスト Z ライトと羽毛布団って羽毛の掛け布団かな。はい、完成。これで十分。はい、大体設営完了。あー、疲れたー、もう。さあ、ハワンズ下ろすぞ。よいしょ。しかし間口広いな、これむちゃくちゃ広いな。ああ、ありがたいありがたい。しょー、まだまだ設営あるよ。よいしょ、
べないの。はい、ちょっとおしゃれキャンパーコールマンのねこれ引いただけでだいぶ変わるよね。かまどグリルキャプテンスタイプのね。で、この間のエスピットの、アルストで、今日はこれでいきたいと思います。で、お茶の段取りしていきたいと思います。お茶あのチャイね最近チャイばっかりやけど、風結構強いからな今日は。涼しくていいけどね。ただいまの時刻19度、20度、まあまあ過ごしやすいかな。よし、そしたらチャイを作っていきたいと思います。これ厳しいな、ちゃんと木剣と厳しい。おお、風に弱いなんか風防をつけ、あ、これでいいわ。とりあえず1人前分だけ持ってきました。よいしょ。カルダモン2個、シナモンスティックと、何やったっけ、長寿クローブか。うん、ジンジャーはもうこまでいく。よし、そんなもんかな。ブラックペッパーも入ったし、5粒だけね。あとはシャワーを入れて煮立たせば OK と。よいしょ。はい、できました。それではいただきます。まあ、いやー、体にしみるね。固形物をそんなに食べてないからな。甘いものとか全く食べてないから。はい、どうも。さあ、マイクつけましたこれで見える？一応外のランタンと、これしかないんやけど、なんや、 LED とかは持ってきてません。蚊寄ってくるでしょ、虫寄ってくるでしょ。なので、虫の来ない日にしましたけど。さあ、ここ転がす。ニューバージョンもいいよね。高さが調節効くからありがたい。エコココロゴスを2つ、こんな感じかな。よいしょ。はい、これでちょっと見やすくなった。よし、そしたら今日は焼き鳥。そんなに食べれないけどね。砂ずりと桃と、レバー、これを串に刺して焼いて食べたいと思います。ご飯はなし。だいしゅー、美味しそう。もう砂釣りでも美味しそう。串に刺してと。わあ、美味しそう。いや、食べて。もうちょっと全然いけるな。そんなに食べられへんで、胃がちっちゃくなってるから。よいしょ、2、3。
まあ、地道な作業なんで、割愛します。ほい、だいぶできてきました。ほい、串完成。これだけあったら犬と一緒に食べると思うけど。さあ、そしたら焼いていこうとするかな。さあ、それでは焼いていきます。美味しそう。いや、食べた食べたい食べたい。よし、これはいいぞ、これはいいわ。よいしょ、見える？よいしょ、よし、よし、よいしょ、いい感じやね。楽しい楽しい。うわ、うまそう。お腹減った。砂ずりができたと思うので、クロススパイスで、よし、クロススパイスで食べたいと思います。さあ、どんな味するかに。それではいただきます。お肉や、お肉たまらんな。お肉つまずりでも全然 OK。 何この感触、何日ぶりに食べたんやろ、こんな。うますぎるぞ。めちゃめちゃうまい。カロリー少ないのに美味しいな。めちゃめちゃうまい。もうダイエットしてる時にこれたまらんな。うまっ、柔らかっ、鶏レバーうまい。もう何食ってもうまい。だっていつも豆腐でしょ、納豆でしょ、で、椎茸でしょ、で、なめこでしょ。そんなんしか食べてないもん。うまっ、うまい、うますぎるわ。で、今日なんで焼き鳥かというと、あのね、おとついぐらいかな、ジャリンコチエがやってたので、それをずっと見てたらなんか妙に串が食いたくなって、で焼き鳥にしました。今日はホルモン食べたいねんけど、カロリー高いやろ、マルチョウとか。だからスナズリとレバーとにしました。キムチもあるよ、キムチ食べても大丈夫だから。キムチも美味しそう。はい、完食、ごちそうさまでした。美味しかった。久しぶりにまともななんかものを食べたって感じやわ。これは美味しかった。いいよ。21時18分気温17度やね。よいしょ。はい、幕内にこもりました。さあ。
ちょっとライブ配信しようかなと思うので、ビデオはここまでかな。あとは寝るときにちょこっと撮ります。はい、おはようございます。うぅ、あっち、もう帰るよ、無理。27度、日向、外は35度、もう無理、もう無理。8時半ですね。さあ、片付けよう。片付けていきます。ちょっと片付いてきました。まだまだ暑いよな。くたばっております。暑いよな。よし、インナーは終わったし、あとはマット類やね。よし、そしたら中が終わったので、外崩していきたいと思います。片付け終了。あー、しんどい。さあ、あと1回、あと1回いけるかな。次奥琵琶湖行きたいんですけどね、2泊3日。はあ、なんせこの天気やからね。はあ、さあ帰りたいと思います。お疲れ様でした。